大体かなりこうネクタイ率の高いイベントではあるなと思ったんですけども、一、ね、人ですねネクタイではないものを首に巻いていらっしゃる方が、えおや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 、ええ、誰だろう、お前だよ、おいメガネ、ま、巻かれてるぞ巻かれてるぞ、ですか、おいメガネ、いや俺だよ、お前かよなんでや、いやお前だよ俺か、いやどうした、蛇に、どうしたお前、蛇に襲われちゃった大変だったな、裏で蛇に襲われちゃって、飼ってるわけじゃない、大変だったな、今襲われてる最中です、襲われてる最中、早く帰ってもいいよ、誰か助けてあげて、噛まれない前に早く帰って、ただですね、うーんポーズ、そうなんです、大体かなりこうネクタイ率の高いイベントではあるなと思ったんですけども、一人ですねネクタイではないものを首に巻いていらっしゃる方が、えおや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 、ええ、誰だろう、お前だよ、おいメガネ、巻かれてるぞ巻かれてるぞ、ですか、おいメガネ、いや俺だよ、お前かよなんでや、いやお前だよ俺か、いやどうした、蛇に、どうしたお前、蛇に襲われちゃった大変だったな、裏で蛇に襲われちゃって、飼ってるわけじゃない、大変だったな、今襲われてる最中です、襲われてる最中、早く帰った方がいいよ、誰か助けてあげて、噛まれない前に早く帰った方がいい、血栓とかいるから、いや頑張ります、なんとか頑張って根性見せます、このままやります、毒を吸い出してやろうか、まだ噛まれてないから大丈夫、うわ寺島くん、蛇がいるよ、蛇がいる今遅い、今遅いよ、まあ遠いからね、びっくりした、いやそんなわけないでしょ、ほんまや、お前ずっと見てただろ毒の下り何だったんだ、子供たちの気配は全くない、しかし先ほどから感じるこの気配は、まさか、ここから小野さんは立ち入り禁止だ。テラシ。で、マモちゃんが言ってた。クイズマーダー発見。今からですね、皆さんに3問問題を出題させていただきます。で、その問題に1問正解するごとにスーパーシールくんを授与いたします。スーパーシールくん、あ、スーパーシールくんが、あ、出てまいりました。おお、はい、こちらスーパーシールくんですね。すごい、まあ、こちらのスーパーシールくん、マーダー発見、こちら。さて、私はどんなダジャレを言うでしょうか。なんだこの問題、こんなのどうしようもねえじゃん。どうしようもねえよ。全然分かんねえ。完全な道連れじゃないか。じゃあ、恥ずかしくなるように書けばいいってことですよね、きっとね。はい、あまり出来が良くないやつを書かなきゃダメってことね。ですよね。クオリティ低くいかないと。クロスして合わせる。はい。女性声優界のデーブ・スペクター、高木愛さんのですね、お、考えを読み切っていただいて書いていただきたいと思います。それでは、皆様フリップにお答えをどうぞ。知ってないというですね。これは問題なんですか。そう、これはね、早押し問題にした方が良かったね、うん、そうかもしれないですね、書けないよ、何にも書けねえよこれ。さあ、一応もうシンキングタイムが過ぎましたけれども、すごいな、いろんなこと考えてるな、では一斉に上げていただきましょう、答えを一斉に、え、一個ずついきます、え、これ一応一斉に行くことになってる、一斉になって、わかりました、これ一つずつのはいいっすよ。何今これ。テンポよく一個ずつ行きましょう。じゃあテンポ、一個ずつ行きましょう。わかりました。一個ずつ行きましょう。はい、じゃあまずはそれでは、あくまで神々チームどうぞ。はい。じゃあそれでは、宮野さん、宮野さん。いや、僕らね、当てに行きました。より高垣らしさを狙って。マジっすか。はい。じゃあ行きましょう。黒い筋。妖怪風呂さまし。なんだよ、そう。意味わかんねえよ、もうそれ。どういうことだ。どうしてそうなるんだよ。原型が全くないじゃん。ほら、俺たちだけだ、やっぱ楽しいのこれ。何千回ぐらい電光ゲームしたらいいかな。まだ昼間だぞ。では続いて、僕の趣味はマジックなんですけれども、これからするマジック、どんな現象が起こるのかを当ててください。いつも被ってるこのキャップと、そして輪ゴムを使います。ヒントはブックオブマーダーでセバスチャンが見せた神業、これがヒントです。どうぞお考えください。クルリンパだな、クルリンパ、クルリンパ、輪ゴムは訴えてやる
さあ、それではですね、皆さんに、お手元のフリップにこちらも書いていただきたいと思います。かなりいろんなあのバリエーション考えられると思いますけれども、そんなに難しく考えないで、まあ、あの、手品とか超能力みたいなのをお書きいただきたいと思います。シンキングタイムが始まると宮野さんとあの寺島さんが大変楽しそうということが毎回わかるんですが、ママンユズやばい、これは守りに入った俺ら、ね、なんか本当普通のマジックの答えにしちゃった、ね、はい、じゃでも浅沼さんだから絶対本気のマジックを見せてくれると思うからね、うん、クイズですからね、どう考えても問題ないんですよ、正解しよう、まあ、ちょっとじゃあ出しましょう か、はい、やっぱね帽子とゴムを使うんで、はいはい、ゴムがでかくなっちゃった全然守ってねえよ帽子関係ないんですね、その帽子守ってねえよ帽子かぶせたらでかくなっちゃった耳もって書いとこ、耳も耳なんて当てる気ねえじゃん、後乗せじゃないか耳もアホや、え、耳毛耳手品らしい手品だとは思いますけどね、でもクイズですから、あくまで当てていただければそれでいいんですけども、で、そして最後ははい、あの杉山さん、小野さんにお伺いしたいと思います。確かに。でもね、今もね、俺たち下分かんないもんね。そうだよ。そう、まだ可能性ある、可能性ある。そうですね。もう VTR 見てる間にやってるかもしんないよ。あ、おるかよ。VTR 見てる間に。何それ。くだらくだら。クイズです。今日やってんの。はい。クイズですね。クイズ的には残念ながら、この2問目は正解者なし。俺たち惜しかったのにね、惜しかったのに、惜しかったね、一丁、続いては宮野さんと寺島さんのノアの箱舟チーム、寺島マオちゃん、私がこれから言う餅ダジャレの中に餅は何個入っているでしょうか、それでは皆さんお答えください、どうぞ。高垣めっちゃブーイング。ブーイングされてると。本当ですよ。あのさ、これはクイズですらないよ。わかんない。予想ですよね。予想。ベッドでしょ。そうですね。なんとなく相場でいくつぐらい持ちっていう言葉を使ってダジャレ言ってくるかと。そうかそうか。なるほど。ではお答えいただきましょう。どうぞ。一応ね、ただあの誤解のないように言っておきますと、高垣愛さんは本当は他にもいろんな芸がいっぱいあるんですよ。もうめっちゃくちゃ歌うまいのね。本当に。声楽家かと思うぐらい上手いのに、なんでかわかんないけど VTR でやってくださいってダジャレやっちゃうんですよ、あの人もったいない、さあそれではさあ、すいません、シンキングタイムの間ずっと宮野さんと寺島さんがだべってるだけなんですけど大丈夫なんですかね、うん、それでは、1問目はですね、フリップを全チーム同時にオープンしていただきたいと思います。それでは高垣さんはこれから言うデザインの中に餅という言葉をいくつ入れているでしょうか、それではどうぞ。ガチャン これから僕がやるマジック、どんな現象が起こるのかを当てていただきたいと思います、使うのはカメラさんよろしいでしょうか、こちらの帽子とそこに挟まったジョーカー、ヒントはですね、ジョーカーはサーカス編に出てきましたね、ジョーカーより強かったのはあの二人、ファントムハイブはおっと、さあお考えください。どういうこと？すみません、もうビデオが終わるとすぐ1秒も経たない間に宮野さんと寺島さんの雑談が始まります。それでは参りましょう。シンキングタイムどうぞ。もう表芸ですよね、脚本家としては。表芸をわざわざこのクイズの出題のために使っていただけるというですね、贅沢な構成になっております。さあ、いろんな。お答えがあるんですけど、これはちょっと各チーム一つ一つ見せていただいていった方がいいかもしれないですね。行きましょう。すいません、もう何を執筆してるんですか、ここで。行きましょうか、じゃあ僕ね。ちょっとして僕ら、ね。あ、じゃあ行きますか。もうとっとと出しちゃいましょう。じゃあ行きましょうか。うん、一番初めに。どんな原子力を。どんな箱舟チーム、はい。浅沼さんぐらいになるとね。はい。
これぐらいどんな現象が起こるのか。はい。はい。L? はい。起こせんの？で、そしてすいませんが、ここで使用人チームを出していただいてもよろしいでしょうか。L2 の人だ。おい、まさかの。ワンミア、ワンミア。まさかの。ワンミア。あ、じゃあうちフェーンにします。フェーン現象にします。うちフェーン現象にします。現象って聞いたらこれしか出てこなかったんすよ。じゃあ外れろよ。 LD にあげるんでうちフェーンにします。フェーンします裏に書いてください。フェーン現象ね。マジックしろよ、マジックをよ。いや、こんなに海水面が気になってる声優さんたちがいらっしゃると思わなかったです。思考回路似てんのかな。今も見ててびっくりする。うちフェーンです。フェーン言い方じゃん、もう。もう勢いだけだな。チェッカーフラグって、スーンって。まさかの、まさかの。大体かなりこうネクタイ率の高いイベントではあるなと思ったんですけども、一人ですね、ネクタイではないものを首に巻いてらっしゃる方が。え？おやおや？おや？おやおや？ええ、誰だろう。お前だよ。おい、メガネ巻かれてるぞ、巻かれてるぞ。あ、ですか。おい、メガネ。いや、俺だよ。お前かよ。なんでや。いや、お前だよ。俺か。いやどうした。ヘビに、どうしたお前。ヘビに襲われちゃった。大変だったな。裏でヘビに襲われちゃって。飼ってるわけじゃない。大変だったな。今襲われてる最中です。襲われてる最中で。早く帰ってもらえよ。誰か助けてあげて。噛まれない前に。早く帰って。ただですね。ポーズ。そうなんです。大体かなりこうネクタイ率の高いイベントではあるなと思ったんですけども、一人ですね、ネクタイではないものを首に巻いてらっしゃる方が。え、おや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 、ええ、誰だろう。お前だよ。おい、メガネ巻かれてるぞ、巻かれてるぞ。おい、メガネ。いや、俺だよ。お前かよ。なんでや。いや、お前だよ。俺か。いやどうした。ヘビに、ヘビに襲われちゃった。大変だったな。裏でヘビに襲われちゃって。飼ってるわけじゃない。大変だったな。今襲われてる最中です。襲われてる最中。早く帰った方がいいよ。助けてあげて。噛まれない前に。早く帰った方がいい。血栓とかいるから。いや、頑張ります。なんとか頑張って今度見せます。このままやります。毒を吸い出してやろうか。まだ噛まれてないから大丈夫。うわ、寺島くん、蛇がいるよ。蛇がいる。今遅い。今遅いよ。まあ遠いからね、びっくりした。いや、そんなわけないでしょ。ほんまや。お前ずっと見てただろ。毒の下り何だったんだよ。子供たちの気配は全くない。しかし先ほどから感じるこの気配は、まさか。ここから小野さんは立ち入り禁止だ。テラシ。で、マモちゃんが言ってた。クイズ、マーダー発見。今からですね、皆さんに3問問題を出題させていただきます。で、その問題に1問正解するごとにスーパーシエルくんを授与いたします。スーパーシエルくん、あ、スーパーシエルくんが出てまいりました。おお、はい、こちらスーパーシエルくんですね。あ、すごい。まあ、こちらのスーパーシエルくん、マーダー発見、こちら。さて、私はどんなダジャレを言うでしょうか。なんだこの問題。こんなのどうしようもねえじゃん。どうしようもねえよ。全然分かんねえ。完全な道連れじゃないか。じゃあ、恥ずかしくなるように書けばいいってことですよね、きっとね。はい、あまり出来が良くないやつを書かなきゃダメってことね。ですよね。クオリティ低くいかないと。クロスしてやばさね。はい。こう、女性声優界のデーブ・スペクター、高木愛さんのですね、考えを読み切っていただいて書いていただきたいと思います。それでは、皆様フリップにお答えをどうぞ。いけないというですね。これは問題なんですか。そう、これはね、早押し問題にした方が良かったね。うん、そうかもしれないですね。書けないよ、何にも書けねえよ、これ。さあ、一応もうシンキングタイムが過ぎましたけれども、すごいな、いろんなこと考えてるな。では一斉に上げていただきましょう。答えを一斉に、え、一個ずついきます。でもこれ一応一斉に行くことになってる。一斉になって、わかりました。これ一つずつのがいいっすよ。何今のこれ。テンポよく一個ずつ行きましょう。じゃあテンポ、一個ずつ行きましょう。わかりました。一個ずつ行きましょう。はい。じゃあまずはそれでは悪魔で神々チームどうぞ。はい。じゃあそれでは、宮野さん、宮野さん。いや、僕らね、当てに行きました。より高垣らしさを狙って。マジっすか。はい。じゃあ行きましょう。黒い筋、
ふんすじ、ふんすじ、ふんすじ、妖怪風呂さまし。なんだよ、意味わかんねえよ、もうそれ。どういうことだよ。どうしてそうなるんだよ。原型が全くねえじゃん。ほら、俺たちだけだ、やっぱ楽しいの、これ。何千回ぐらい電光ゲームしたらいいから。まだ昼間だぞ。では、続いて、僕の趣味はマジックなんですけれども、これからするマジック、どんな現象が起こるのかを当ててください。いつも被ってるこのキャップと、そして輪ゴムを使います。ヒントは、ブックオブマーダーでセバスチャンが見せた神業。これがヒントです。どうぞお考えください。くるりんぱだな、くるりんぱ。